横浜港未来21グランドオリエンタル、港未来グランドオリエンタル港未来、グランドオリエンタル港未来は、神奈川県横浜市中区振興に2013年11月1日、グランドオープンしたブライダル施設。運営会社は、道区山下町に本社を置く、ブライダルプロデュースで、同社が展開する12店舗目の施設であるとともに、基幹店となっている。 北側の外観あたり式場は横浜赤レンガ倉庫をはじめ歴史性を継承しながら商業、観光施設が集積している港未来新構地区に所在しており1859年の横浜開港当時の桟橋跡に建てられている同地区の中では11から2外区の一角に立地しており西側には道外区の施設としてアウディ港未来と 安藤桃福発明記念館横浜が並び、東側の11から1外区には、JICA 横浜国際センターが隣接している。建物は6階建てのべ床面積約7200平方メートルで、2012年11月に着工、2013年10月の竣工となった。そして同月中の29日にオープニングセレモニーを開催、11月1日には、 グランドオープンを迎えている。式場内には海を望めるバンケットに加え、チャペルやコンサートホールとして開放されている、サウンドホール、投資機場利用者以外の一般客も利用できる、レストラン、アートギャラリーも併設されている。投資機場は結婚する二人が人生の大海原に乗り出していくことをイメージして、航海をコンセプトとしており、式場内の随所に航海をイメージした装飾などが、 施されている。港未来地区内では、投資機場の他にも、二千十四年二月に、投資機場の近接地に開業した、アニベルセル港未来横浜というブライダル施設があり、二千十六年三月には、同じく近接地の、マリーンウォーク横浜内にウェディングゲストハウス、ベイサイド迎賓館ベランダ港未来がオープンしている。さらに、同地区内のホテルでもブライダル関連プランを、 強化するなど、ブライダル産業が盛り上がりを見せている。サウンドホール敷地内にある、サウンドホールにて、それぞれのスタイルに合った自由度の高い挙式が行える。挙式スタイルは、境界式、洋装人枚式、和装人枚式から選択することができる。この他、資式場と提携している、伊勢山高大寺イングルでの親善式スタイルの挙式も可能である。 一方、パーティールームは船内をイメージした最上階のハーバールーム、ノスタルジックな雰囲気のマグノリアルーム、エキゾチックなデザインが施されている、シャングリラルーム、プール付きのテラスと行き来できるオリエンタルな雰囲気のガーデンルームといった4つの部屋の中から選択することができる。レストラン、ガーデンルーム、投資機場の1階に併設されたフレンチレストランで、 当式場開業後の2013年11月5日にオープンした。レストランは式場利用者に限らず一般客も利用可能である。屋外にはオープンテーブルが設置されており、また屋上のオーシャンテラスでも期間限定で営業している。詳細は公式サイト内ガーデンレストランを参照。式場内にはアートギャラリーが併設されており、 式場利用者以外の一般客にも開放されている。また、アートギャラリー、タグボートとの共催で横浜アートコンペティションを開催しており、受賞作品は当式場内のギャラリーでも展示されている。詳細は公式サイト内アートギャラリーを参照。結婚式の前よりワークショップを定期的に開催している。結婚する二人がこれからの人生のテーマを決め、 挙式当日にはそのテーマに合わせたメッセージが送られる。また、各人の記念日に合わせて様々なサービスを行う、記念日、コンシェルジュというサービスもある。横浜市港湾局により、当地の開発事業予定者が、ブライダルプロデュースに決定したと発表されたのは2011年3月、初旬のことであるが、直後に、東日本大震災が発生指導者の仙台にある2店舗も、 営業再開のめどが立たない状況となった。さらに首都圏においても先行きが不透明であったことから、投資企業の計画についても見直しが検討されたが、最終的には、社長の今野隆太が、ゴーサインを出したことで開発プロジェクトを進めていく、方針が決まった。神奈川県横浜市中区振興2-3-2。ありがとうございます。